福島原発の設計に関わったというですね、元東芝技術者の小倉さんに登場していただきます。小倉さん、よろしくお願いします。私の方からですね、ちょっと小倉さんに、いろいろな話を聞きたいと思うんですけれども、まず福島原発の、どんな部分に、関わったんでしょうかね。はい、皆さんこんばんは。小倉志郎と申します。今聞かれたことですけれども、私が最初にですね、入社して初めて担当したのが福島第一原発の1号機の原子炉の周りのいろんなシステムがありますが、そこに使われているポンプですね、これのエンジニアリングを担当しました。一番最初はですね、その後いろいろやりましたが、最初はそういうものです。それは入社したっていうことなんですけど、何年ぐらい前のですね、1967年、昭和42年の4月に入社しました。ちょうど本当にこの徳島、和歌山の原発ができるとか、そういったような時にまさに福島原発に設計をされてたということなんですけれども、その当時、原発が危険であるっていう認識はあったんでしょうかね。ですね、正直申し上げて、その頃はですね、日本の会社で原発をそのゼロから設計できる会社というのは一社もなかったんですね。ですから私が設計って紹介されましたけれども、実際にやったのは東京電力から原発を受注したアメリカのゼネラルエレクトリック社の下請けでですね、私は仕事してたわけですね。そういうことで、日本全体が原発を勉強始めるところだったんで、右も左もわからない、つまり危険か安全かということまでですね、考えが及ばない状態だったんですね。だから新しい技術を勉強するのが精一杯でですね、そんな状態でした。多分当初はその危険かどうかもわからない、判断もできないということだったと思うんですけれども、その小倉さん自身が原発はもしかしてこれは危険なんじゃないかと思い始めたのはいつぐらいからだったんですかね。ですね、正直申し上げて、今はですね、本当に原発反対運動を一生懸命やってるわけですけれども、そこまで到達するにはですね、いくつもの段階があったんですね。だんだんと危険だなという思いが強まっていったんですが、最初にですね、これは危ないなと思ったのは、そうですね、スリーマイルアイランドの事故がですね、1979年に起きました。でその頃ですね、その頃おかしいなと思いましたね。要するに原子炉の周りには私がた担当したいくつもの安全装置がついてるわけです。ですからそういう事故はないはずじゃないかと思っていたのが、実はそこでスリーマイルアイランドの事故でそういう信頼感というのが崩れたんですね。その頃がスタートでしたかね、危険性に気がつく。その後どんどんいろいろ勉強してですね、分かってきましたけど、もともと設計というかをやっていた仕事から、実際原発の中の構
工事等にこう視察するようなところを見てこう危険だなというのが思うようになったんでしょうかね。そうですね、だんだんこう危険性がの中身がですね、自分に分かってきたわけですけども、入社してからですね、16年目ぐらいですかね、私自身が原発、運転している原発の保守点検を担当するようになりまして、そして実際に原発の中で放射線を浴びる、そしてポンプなどを分解しますと、その中にへばりついている放射線の塵がですね、空中に舞うと、そういうような環境の中で仕事をするという、そういう立場になってですね、そして非常に厳重な防護をさせられるわけですね。放射線管理グループの責任者たちから教育を受け、そして自分の身を守るためのいろいろな厳しい防護策をするというようなことを体験してですね、放射線っていうのは、放射能っていうのは非常に危険なんだということを体感しました。あとはその東芝を辞められてから、今度は匿名でその原発の危険性を訴えるような記事を書いておられるんですけれども、その危険っていうのは何だったんですかね。そうですね、やはり1986年にチェルノブイリの事故がありました。それはまだ私が会社辞めてなかったんですけどね。で、あれをニュースで聞いたりですね、それからいろんな本で勉強したりしましたら、それ原発の周りに人が住めなくなっちゃう。っていうことが分かったんですね。ソ連の場合でしたら、今のウクライナになってますが、30キロ圏ですか、それから今のベラルーシの方だと100キロ以上離れたところもですね、非常に放射能高くて人が住めないという、そういうことになるという、これは大変だという、ただですね、それは非常に濃度の高い放射能がそういうふうにばらまかれるということで大変なんだという、そういうことだったんですね。だからまだですね、私の認識は甘かった。で、その後ですね、ちょっといいですか、補足して、定年退職が2002年にの3月に、あったわけですね。それからですね、2008年ですから6年後ですか、定年退職してから6年後、私は私の友達からですね、2冊の論文をプレゼントされまして、でそれを読みましたらですね、アメリカの国内で原子力施設の周り、半径100マイルの中とその外とではいろいろな病気の発病率が違うという、その統計的なですね、調査の結果、これが出てたんですね。でそこでは半径、100マイル以内、キロでいうと160キロですね、その中では例えば、女性の乳がんの死亡率がその半径100マイルの外よりもですね3倍も高いというのが出てるんですね。他の病気もそういろいろあるんですけど、でこれはですね、原発だけじゃなくて、研究所とかですね、核実験所とかですね、そういういろんな種類の核施設の周りがそういう状況だ。でアメリカ政府はそこは危険だから住んではいけないよという警告を出していない、そういうところでそういう現象が起きていると。
ということが分かってですね、つまり非常に低レベルの放射能で、汚染されたところも、健康に影響があるんだということを初めて知らされたんですね。2008年の暮れから2009年の正月にかけてです。ですから今からほんの5年ほど前ですかね、私はだから本当に危険だなっていうことが分かったのは本当に最近のことなんですね。今都知事選なんかでもそうですけれども、原発、再稼働がかなり争点となっておりますけれども、最近ですね、元技術者から見てその日本の原発は動かしていいものなのかどうなのだろうか、その原発政策ってどうあるべきなのかということを最後にお願いしたいと思います。私はそうですね、その論文を読んで以来ですね、ですから今から5年前ですかね、はっきり言って、もうずっと全ての原発、少なくとも日本の原発は直ちに全部運転を停止すべきだという確信を持ちました。ですからそれ以来ずっとそういう考え方で活動してますから、今日本の原発全部止まってますけれども、再稼働なんていうことはとても許されないというふうに思っています。でもう一箇所、福島と同じような事故があれば多分日本はもう自力で、日本人がですね、日本を生きていくことはできなくなるだろうと思います。今の状態でもかなりまだ表向きはですね、なんか復興というようなことが可能性があるような報道がされていますけれども、実際には相当致命傷に近いようなダメージを日本はもう受けて、福島の事故だけでも受けてるんじゃないかと思ってますから、再稼働っていうのはとんでもないと私は思います。短い間でしたけれども、貴重な話をどうもありがとうございました。